松本対日陰の街1裁判の寂しい午後であった私は青い炎を上げて勢いよく燃え盛っているストーブの前へ椅子を寄せてうつらうつら煙草を食い出していた 私の身の回りはいずれも見慣れたものばかりでトランクはベッドの下に投げ込んであり帽子掛けには2つの帽子と数本のステッキがある飾り棚の漆塗りの小箱貝細工の一輪挿し部屋の隅に据え付けてある洗面台の下の耳の取れたジャックそれから2組の洋服と街灯の入った洋服ダンスそれらはあったままに位置を変えず 灰をかぶったた。ように積と並んでいた私は気やすい伸び伸びした心持ちで辺りのみすぼらしい石版画の額や黄色くなった窓レースを眺め回した表道路に面した窓の外に素焼きの植木鉢が投げ出してある夏前にはシダ種の草が青々と茂っていた私はこの宿に来てから1年になるその前は 学校の近くのホテルにいたり高層な栄一街の某軍人の家などに置いてもらっていたが最後に腰を据えたこの家が一番気に入っている生来怠け者でその上人付き合いの悪い私は学校友達もうるさく金言な家庭で酒は飲むな門限は育児だのと干渉されてはとてもやりきれないその点で私は現在住んでいる宿を冷散する。 宿の神さんは私が酔って真夜中に帰宅して廊下の壁に頭をぶつけようが靴のままで寝台の上へ倒れてしまおうが一向小言も言わなければ忠告もしないそれでこそロンドンに住みがいがあるというものだそしてまだいいことは軍人の奥さんに支払う金額よりもここの下宿料はずっと安くてはるかにうまいものを食べさせてくれる。 金のことにさもしくて私を陰気にする。私はもう金はないのだ私の宿は半可な V 停車場通りから東へ入ったテムズ川寄りの取り残されたような町にあるそれは激しい活動の世界から忘れられたような日陰の町であった私はテーブルの上の吸い慣れた黄色の紙袋のタバコに火をつけて 汚れた窓ガラスを通してどんよりと暗くなってゆく陰気な町の空を眺めていた。そこへ氷然と柏葉という友人が訪れてきた。いいところへ来たよ。お祝いをやろうと思っていたんだ。お祝いとは豪議だな。柏葉はミシミシと壊れかかった遠い椅子へ腰を下ろすと、無造作に卓上のタバコを抜き出して口へ持っといた。 いよいよ破産なんだ親が僕に残していった金はクリスマス前に銀行から引き出したやつで全部だが昨日までに使い果たして見たまえここに100円残っているきりだこれがなくなると嫌でも日頃の君の忠告に従わなければならないそう来なくてはならないそれで君も一人前の男になるわけだ100円あれば当分暮らせる その間に適当なな。職業を探すのだな働くということはいいことだ。うん、と柏は言ったこの男だってズボラにかけては引けを取らない方で日頃私が十分な時間を持っているのを羨ましがっていたらご同様働く仲間ができたのを喜んだのに違いないいいことか悪いことか知らんが僕は計画があるんだつまりね

わずか23年の知り合いであるが来落復きのうちにも情に厚いところがあって私とは隔てのない間柄であった2人は数分のうちに肩を並べて下宿を出た100円の処分方法についてあれこれと意見が出たが結局穏やかにサボイホテルで晩餐をとることにした食堂はほとんど満員ですいたテーブルは数えるほどしかなかった 妖艶な紅色の夜会服をまとったスペイン人らしい若い女や時色の薄物をしなやかに肩にかけている娘その他高校四白とりどりに目の覚めるような鮮やかな夜会服を着た美しい女たちがどのテーブルにも見えていた男たちは大抵塩ビ服かタキシードをつけている背広服を着ているのは私どものほかに多くは見かけなかったので いくらかおもはゆい心持ちであったが柏は一向平気で辺りを見回しながらちびりちびりぶどうしをやっていたそのうち彼は何を見つけたのか急に目を輝かして杯を持った手をいつまでも宙に支えている「おいどうした何をぼんやりしている私は小声で言ったすてきだ!」 俺の探していた通りの顔なんだ。カシワはうめくように言った。冗談じゃない。近所の人がジロジロ見ているじゃないか。みっともないからよしてくれ。と私は尋めたが、カシワは耳にも入れず。まあちょっと見ろ。このテーブルの五列目で君の真後ろなんだ。ロセッティの愛のさかづきから抜け出してきたような美人だ。 熱心に言ったいかに愛の杯から抜け出したような美人であろうとも私にはまさか無遠慮に振り返ってみるほどの興味はなかったやがて食事が済んでコーヒーが運ばれる時柏はいきなり私の肘をつかんで「愛の杯が席を立ったよ僕は帰るさようなら」と言いながら気ぜわしく立ち上がった。 まだだ。これから計画があるんだ今から帰ってどうするあの顔の印象が薄らないうちに家へ飛んで帰って仕事にかかるのだ徹夜だぞ柏の言葉の終わらないうちに私は背後に軽い気にずれの音を聞いた。と見ると裾に銀紙で渦巻き模様を縫い取りした真っ黒な琥珀の夜会服を着た若い女がテーブルの間を縫って 静かに歩いてきた。ちょうど彼女が私のそばを通り過ぎた時軽い音を立てて床に落ちたものがあったそれは目の覚めるようなひぶさのついた小さな象牙のセンスであった私は素早く手を伸ばして拾い上げると後ろで「お嬢様おンスが」という老婦人の声がした。 先に立っったた女はつと足を止めて振り返った彼女は美しい口元に微笑を浮かべながら私の差し出した扇子を受け取って「ありがとう」とフランス語で言った老婦人は乳母か家庭教師か2人は軽く一周して廊下の外に姿を消してしまった柏は私の引き止めるのも聞かず間もなくそそくさと帰っていった。 柏に置き去りを食った私は感情を支払って食堂を出た食後の葉巻に火をつけて高い廊下の窓から火の海のような市街の光景を見下ろしたまだ時間は早かったしそれにあっけなく柏が帰ってしまったのでどうしてもこのまま寂しい川岸の下宿へ帰る気になれなかった目の下の大通りを数限りない自動車やバスが 右往左往左に走っていく。両側に立ち並んだ明るいショウィンドウの前を黒い人影が隙間もなくぎっしりと固まりあってさながら黒い川を押し流したように動いているじっと心を落ち着けると今まで気づかなかった自動車の軽笛停車場の汽笛その他さまざまな物音が相まじり合って異様などよみを作っている。 気のせいかどこかでオーケストラをやっているようだ私はふと思いついて廊下伝いにサボイン劇場へ入った私は身なりを遠慮してわざと2階の後方の席を買った芝居はしごく甘いもので少しも私の環境をそそらなかったいつもの私なら一幕が済むとあくびをして帰り自宅をするのであるが 明日からは当分芝居も見られぬという境遇が名残を惜しませるのか寒い風の吹いている外へ出るのが大義だったのか私は夢心地に満統の拍手の音を聞きながら漫然と幕の上がったり下りたりするのを眺めていた私の右手の空席を一つ置いて二人の男がしきりに話し合っていたがふと私と顔を合わせると今度の幕開は何分だれ、ね と、フランス語で王妃に尋ねた長らく英国に暮らしていた私は見知らぬ他人からみなりに言葉をかけられるのを快く思わなかったことに態度が気に入らない私はむっとして相手の顔を見つめた男は肩をすぼめて「日本人だフランス語じゃ通じない」と連れを顧みて言った その男は黒の上着のポケットに純白なハンカチをのぞかせた278の小柄な青年である連れは中年の頑丈な船員風の男で長い口ひげをいじりながら太い声で青年の言葉に相づちを打っていたしばらく別れていてついその日初めて出会ったらしかった若い方はすこぶる上上司で 多分そんなことと思ったよ女がロンドンにいるとなりゃ無論大将も近くに潜んでいるわけだ俺は無駄骨を折ってニューヨークばかり探していたがありがたいことだ運が向いてきたんだ嫌でも王でも今度こそ結婚してもらわなくちゃならない他にだって女はあるんだから嫌がる女の後を追うような野暮な真似はやめるがいいぜ 女は諦めて一方にかかろうじゃないかその方が間違いなさそうだヘマをやると両方ともしくじってしまう連れの男はなだめるように言ったが彼の顔にはありありと不快の色が浮かんでいた余計なことは言わぬがいい俺はいっぺん思い込んだことは翻さないのだからまあ俺の細工を見ているがいいよ 1>, 1ヶ月後にはイタリーの海岸から新婚旅行の絵はがきでも送ることになるだろうよしかしうんた奴は不思議なものさタバコ屋の店先で君に会おうとは思いがけなかったよ6ヶ月間も行方をくらまして独り占めをしようなんて君もなかなか凄腕だよ独り占めだなんてそんなことがあるものか俺も 気心の知れたた相手が欲しいいと思っていた矢先なんだ。2人は極めて小声で囁き合っているが私には不思議と聞き取ることができた彼らは一体何事について語り合っているのか要領を得ないがとにかくこの2人はただ者ではないと思った次の幕が開いたが私は舞台より隣の2人の挙動に興味を惹かれるようになった 若い方の男は髪切れに何やらしたためて廊下に立っている案内人に手渡していたそれからの2人の言葉は一言半句も聞き取ることはできなかったしかしながら察するところ2人はある夫人に対して異なった主張を固守しているらしかったしかもその夫人というのはどうであろう柏のいわゆる愛の杯の主人公で 例のセンスの持ち主ではないか。私の胸は異常な驚がと好奇の念にきしく踊った私の目は絶えず筋向こうのボックスに注がれたそこには思い出しか憂はしげな様子でじっと舞台を見下ろしている彼女の横顔がシンクのカーテンをバックに美しい線を描いていたやがて最後の幕開けが来た 私はその時まで忘れていたタバコを思い出して廊下へ出た私は人々の間を縫って引きつけられるように彼女のボックスの方へ歩いていった品位のいい要望しとやかな物腰付き添いの老婦人の態度などから押して彼女はどうしても身分のある家の令状に違いないと私は一人決めにしてしまったそれにしても 私のののの隣席のフランス人とどのよううな関係があるのであるでろう私はそんなことを思いながら廊下を歩いていたがしばらくして席へ戻るとそこにはもう戦国のフランス人は見えなかった私は出し抜かれたような気持ちですぐ筋向こうのボックスに目をやった時思わず「おや?」と叫んだ「ボックスは空である」 つい今しがたまでいた彼女と老婦人の姿はかき消すようになくなっていたこのようにして問題の人々はいつまでたっても姿を見せなかったもともと芝居には最初から興味を感じていなかった私はそうなると一刻も辛抱しておられない私は間もなく外へ出た劇場地のストランドも裏へ出ると さすがに芝居の跳ねる前は石流を清めていた薄切りのかかった空には豆ランプのホヤをかぶせたような星がおぼろげに光っていたその通りにはさらに裏通りへ通ずる石畳を敷いた急勾配の路地がいくつもあったそれらはいずれも両側の高い建物に挟まれて黒い影の中に埋まっていた私は下宿まで歩いて帰るつもりで 人通りのまれな明るい街路を靴音を立てながら歩いていったとある路地の角に差し掛かった時突然ただならぬ女の矯正を聞いたので驚いて足を止めると不意に真っ暗な路地から飛び出してきた女と危うくぶつかりそうになった私はよろめきかかった女をしっかりと抱き止めて「どうかしましたか?」と言ったが 街灯の光に照らし出された白狼のような女の顔を見るとあまりの驚愕に私は言葉がつかえてしまったそれは夕方以来私を悩ましていたあの美しい女である「早くどうぞタクシーを呼んでください早く早く!早く」女は激しく息を弾ませながら言った私は 彼女を抱くようにして夢中で大通りの四つ筋まで走って行って折りよく通りかかった空車を呼び止めた彼女を乗せた自動車が雑踏のうちを無事に走り去ってしまうのを見届けると私はホッとして元の道へ引き返したその時はすでに数個の黒い人影がバラバラと路地の方へ走っていくところであった 物見高い群衆が刻々に集まってきて、き狭い路地はたちまち黒山のようになった私は人垣の間をくぐってようやく前へ出た見ると十数分前にサボイン劇場で私の隣にいた若いフランス人が恐ろしい形相をして仰向けに倒れている真っ白なシャツの胸からカラーにかけて 生々しい鮮血が流れていた。心臓をやられたのだ。と誰かが言った？ナイフで1月にやったらしい。それに答えるものがあった。どけどけ医者が来たんだ。私のそばにいた男は路地の外に泊まった自動車の音を聞いて後ろを振り向いた。途端男の持っていたトーチが。 とたしのをてらいその瞬間私は自分の右足の脇に見覚えのある彼女の扇子についていたひぶさを発見したそれを見ると私は我がことのように胸を躍らせたそして人々がひしめき合っているうちに大決心をもって落ちているひぶさをそっと拾って手のひらに丸め込むと そ知らぬ様子でその場を立ち去った2翌日は日曜であった私はベッドの上で丸太を倒したように前後も知らず眠り続けていた目を覚ますと窓から漏れてくる薄日が壁の石版画の額縁にさしていた 私は床の上へ起き上がってたばこを吸ったが無数の縄を後頭部にくくりつけられているようでぼんやりと昨夜の夢を追っていた昨夜の事件は何だろう私ははっきり暗い路地の中であおむけに倒れていた男の姿を思い浮かべた誰があの男を殺したのだろうただのひとつきで心臓をやられているあれだけのことをやるには、 よほどの力と弾力がなくてはならぬそして不意に路地を飛び出してきたあの時の彼女の慌て方それから現場に落ちていた火草それは何事を語るものだろうでも私はあの高貴な美しい顔を考えるとどうしても彼女を疑う気にはなれなかった時計を見ると12時を過ぎている ドアのの外に置いいててあるジャックの湯は冷たた。くなっていた私は口をしながら手早く着物を着替えて表へ出た日曜のことであるから職業紹介所へ行っても休みである私はまず停車場へ行って新聞を買い簡単に食事でもしてこようと思った酒場の前を曲がって遊園地の横手へ出ると擦り切れたほうきをそばに立てかけてぼんやり鉄柵に寄りかかっていた みすぼらしい様子をしいをた老人が旦那様こんにちはと丁寧に挨拶をしたそれはいつもこの界わいを根城にして通りがかりの人から合力を受けている見知り腰の男であるこれまでも私は特別不機嫌な時を除いて顔を見るたびに一つ二つのどうかをやっていたものだその日も私は立ち止まって 無意識にポケットへ手を入れた夕べのうちに使い果たしてしまうはずの金がまだいくらか残っていたのでどうせ貧乏になりついてたと思ってつかみ出した金を老人の古帽子の中へ投げ入れてやったその時指先に絡まって出てきた火房がバサリと敷石の上へ落ちた「これは?」と思う間に老人は「来いか偶然か?」 大きな破れ靴の下に草を踏み隠してしてまった私はちょっと当惑して取り返したものかそれともそのままにしたものか思案に迷った「要するに私は気負けがしたのである」「靴の下の火沢を問題にして騒ぎ立てるのは後日に面倒を引きする元となりはせぬかというような言い訳を考えて後に心を残しながら老人のそばを離れた」 私は V 停車場の構内で新聞の照護版を買った社会欄の下段に前夜ストランドの裏工事で起こった殺人事件の顛末が掲げてあった私は息もつかずその記事を読み終わると安堵の思いをした被害者は旅回りのイタリー曲芸団の一人であるということである中には無論「彼女」という文字も「日房」という文字もなかった 私は停車場の前通りの店で粗末な食事を済ますと西へ回った横日の黄色くさしている敷石の上を戻っていった遊園地の鉄柵にはもう老人の姿は見えなかった無論私の落とした日房などはなかったその晩私はじっと下宿に落ち着いていることができなかった夜食を済ませると ふらふらと殺人のあったストランドを回り歩いて夜更けて宿へ帰った翌日も翌日も私は恐ろしいその夜の出来事ばかり考えていたがそれでも職業紹介所へ行ったり新聞社へ寄って給食の広告を出したりした職業紹介所ではホテルの皿洗いの口と郊外の冒家の下男の口と ロンドンから30マイルほど離れた家族の別荘の犬ボーイの口があった最後の口でよさそうなのでこちらは日本人のことであるから一応手紙も紹介してもらうことにした紹介所を出ると23日前遊園地の脇で日房を踏み隠した老人が戸口に寄りかかっていたが私を見て丁寧に挨拶をしたこんな遠くまで来ているのかね えい,いいお天気で誠に結構でございますへっへっへ老人はとんちんんな挨拶をして愛想笑いをした3日目の新聞にもストランドの路上の殺人事件については一行の誤報もなかった一行の誤報もなかった柏が私が何をしているかと思ってのぞきに来たのはその晩であった どうだ、職業は見つかりそうかね犬ボーイの口がある先方から返事のあり自体すぐ出かけることになっている犬ボーイとは恐れ言ったねその決心がいいとしてここにこんな広告が出ている柏はポケットから新聞を引き出して広告欄を指さした求む秘書。東洋の人情不情に精通せる ケールいなき青年紳士を求む当方住み込み履歴書を添え申し出られたし生命在社結構な話だが競争者が多いだろうしそれにこっちは日本人と来ているからまず採用される見込みはないね私は気の乗らない返事をしたそんな心がけだからいけない 注文通り経類はないし東洋の事情には通じすぎているじゃないか物は試したとにかく手紙を出して当たってみるがいい柏は熱心に言ったこの男は自分のいいと思ったことは何事にかかわらず他人に強いる癖がある無限に断れば気を悪くするに決まっているので言われるままに履歴書をしたため希望条件はなしと記したこれで上等だ 俺が出してきてきやる。と言って柏はふいと表へ出ていったがそれっきりいつまで待っても帰ってこなかった翌日の午後私は思いがけぬ手紙を受け取ったそれは前日の広告主からの返事である背景 所拝見塚祭り騒動ご面談いたしたきにつきこの女をつき次第下記へご来訪相成りたく騒動ロンドン市南区グレー街10番ガスケル家飯田康次殿こりゃ意外だ私は思わずつぶやいたこう造作なく職業にありつくのはいささかあっけないような気がするが まんざら悪いものでもない私は間もなく家を出たみちみち私をキーに感じさせたのは広告主があまりに近いところに住んでいるということであった考えてみれば世の中にはずいぶん就職難に苦しんでいるものが多いしかしながら需要と供給は案外目と鼻の間にあってもうまくぶつかり合わないものだ 私の場合は非常に幸運なチャンスであらねばならないグレー街というのは大通りを2つ越した閑静な一角で10番のガスケル家は木立の多い屋敷であるその家ならば散歩の行き帰りによく前を通ったことがあるがついぞ御用聞きの出入りさえ見かけたことのない家である私は高い石段を上がって緑色に塗った玄関の厚いドアの前に立った 案内を来うとややしばらくして廊下の奥の方から重い足音が聞こえてきたガチリとドアを開けて痩せたばあさんが顔を出した「お前さん何をです」ばあさんはうさんくさそうに言った私は黙ってばあさんの鼻先へ手紙を突き出して見せたばあさんはしばらく私の顔と手紙を見比べていたが 大きく頷いて私を室内へ導き入れた「ここで待っていてください」婆さんは私をガランとした火の気のない客間へ残して奥の方へ引っ込んだ部屋は往来に面していたが焦げ茶色のカーテンが外の光を遮って暗く陰気であった長く使わないと見えて飾り棚の上にも椅子の肘にも ザラザラとほこりが積もっていた間もなくさっきのおばあさんが扉を開けて「旦那様がすぐお目にかかるそうですからどうぞこちらへ来てください」「旦那様はご病人でお気が短いから気をつけてくださいよ」と言った階段の下から廊下を右へ回ってとある奥まった部屋の前まで行くと 戸口を指さしてくるりと引き返していったばあさんの姿が廊下の曲がり角に消えてしまうまで私は後ろを見送っていたがせんかたなく教えられたとを軽くたたくとうちから返事があった細長い大きな部屋の一隅にほろほろとストーブを焚いて深い寄り椅子に埋まっていた老人は私を見るとステッキを上げて もっとこっちへ来るがいいわしはこのとおりの排出物でなだって歩くことができない見た様子のわりに若々しい声で言った私は言われるままにそばへ寄って自分を名乗ったわしの世話はアグネスという女中が見てくれるので君の暇は十分ある君の手紙には 希望条件はないとあったがないことはあるまい1年の給料は実は私はまだ給料というものを人からもらったことがありませんしそれに私の仕事の性質も伺っていないので検討がつかないのですよろしいでは給料の点は私に任しておくがいいそれから 君はいつ何時でも旅行に出られるだろうねわしが新聞広告で経類のない人間を求めたのはそうしたわけだよすぐその場からどこへでも飛び出して行けますしかし私の仕事は仕事などは誰にでもできることだから心配せんでもよろしいところでわしの方に条件があるが それを聞いた上で返事をしてもらわねばならぬ。第一は、わしの命令がない限り、いかなる用事があろうとも、絶対にこの部屋へ入ることはならぬ。第二は、夜間九時以降は庭先を歩かぬこと。わしは寝つきが悪くて困っておるのだな。夜分庭先などを歩かれると、 気になって仕方がないのだよ。老人は笑いながらさらに言葉を続けて、それから、飯田保つという君のせいだがね、呼びにくいから、ヒギンスと名乗ってもらいたい。そのような多愛のない条件なら何でもない。私は意義なく承知した。老人は気が早い。 彼は満足げに私の手を固く握って家の晩餐は7時だからそれまでに引きうつってくるがいいと言ったガスケル老人との会見は30分ほどで済んだ私は広い通りを夕日をいっぱいに浴びながら下宿へ帰った地下室の家族の食堂へ降りていってもみ手をしながら立っているかみさんに 私はここんな意味のことを言った。つまりこれから自活する決心で今晩からある家へ雇われることになった長く辛抱ができればいいが未来のことは誰にもわからない悪かったらいつでも帰ってくるからその時はまた面倒をかけますよかみさんは目をしょぼしょぼさせながら黙って私の言葉を聞いていたが「嫌になったら!」 遠慮なしに帰っていらっしゃいと自分の息子を送り出すような調子で言った何としてもかみさんとは一年越しのなじみである朝夕寝起きをした部屋にも名残が惜しまれた荷物をまとめてタクシーに積み込み積み慣れた家を後にした時は不思議に寂しい気がした四 初めての夜であったせいか翌日はいつもよりよほど早く目覚めた木立の多い裏庭の樹木の茂みに小鳥の影がチラチラ動いていた干木の間を貫いている明るい小道の突き当たりに終日青空の白雲を映しているような古い池がある庭園はさして広くはないが三方のレンガ塀の上にトキワが覆いかぶさるように枝を交えている様は 市中の住居とは思われないほどであったふと気がつくと窓の下の横通りに面した庭木道が二寸ばかり開いていて屋根を離れた朝日が戸の隙間を赤くしていた誰かが庭口から出入りしたのだなしかし植木屋が入っているわけでなし家族の者が枯れ木を積み重ねたあのような庭口から出入りするはずはないがと そんなことを漠然と思いふけっていると突然静まり返った絵画から不気味な食事の鐘が聞こえてきた私は手早く衣服を着けて食堂へ降りると老人はとっくに食卓に着いていた「今日は S 街の国民銀行へ行って12番の窓口へこの書類を差し出しそこで養子に署名をしてきてもらいたい」 老人は私にに銀銀行行あたた。ののい上袋を渡した国民銀行は S 街の辻にあった私が食事を済まして銀行へ着いたのは9時半であった窓口へ書類を差し出して前の椅子に控えていると証人帝の男たちや白手袋にステッキを持った気取った男や三つボタンの克明なモーニングを着た律儀らしい老人その他 りに清掃した若い女たちが広い校内をざわざわと歩いていた私はそれらの人たちが入れ替わり立ち代わり重い押し戸を開けて出て行く姿を眺めているうちに思いがけなく雑踏のうちに千夜サボイで見かけた老婦人とぱったり視線を合わせた私は思わず声を出して駆け寄ろうとしたが悪い具合に私の番が来て 窓口から顔を出した行員がしきりに「ヒギンスさんヒギンスさん!」と私の仮名を呼んだそうなっては仕方がない私は行員の差し出した紙切れをひったくるようにして手早く Y ・ヒギンスと署名した私は自分の用事を済ましたから根気よく人々の間を泳いで探し回ったが 問題の老婦人の姿はもうどこにも見えなかったそれから間もなく私は銀行を出たアスファルトを敷いた敷石に早春の太陽がキラキラと踊っていたそこには十数台の自動車がずらりと一列に並んでいてその一番外れの車の横手に私の下宿の居回りで見かける例の老人がその自動車の中へ首を突っ込んで 親ししげに何事か話し合っていた「おやおや」と思う瞬間銀行から宣告の老婦人が出てきて小走りに歩道を横切ってその自動車へ乗った同時に自動車は粗末な身なりをした老人を後に残して商家の立ち並んだ大通りへ走っていった私は自分でも意識せずにそばに止まっている空車に片足をかけていた。 私の乗った自動車は強く一揺れ揺れて一斉に先へ行く自動車を追った自動車は雑踏した街を折れ曲がって百貨店の横を B 街まで上がっていったがさらに大回りをして公園の下へ出た確かに私の車が後をつけているのを知ってどうにかして巻こうとしているらしかったそのうち先の車は何と思ったか 急に速力を緩めて、とある家の前でで止まった。ここでよろしい。私は班長ばかり手前で車を飛び降りた。と見ると空色のアフタヌーンに黒い毛皮の街灯を着た若い夫人とさっき銀行で顔を合わせた老婦人がシチのような素早さで自動車から降りて石段を駆け上がるなり熱い扉のうちに姿を隠してしまった。 毛皮の街灯を着た若い婦人は紛れもなく千夜の「愛の杯」の主人公であった私はしばらくして何気ない様子で2人の入った家の前を通ってみたそれは表通りの窓をことごとく塗りつぶしてある古風な家で小さな金具に101番と記してあった家の前を通り過ぎた時顔を上げると 高い3階の窓掛けがちらりと動いた誰かが窓掛けの後ろから覗いていたらしかった私は水をかけられるようにハッとして2軒目の家から街灯の柱の立っている最初の横丁を曲がってしまった何かしら私はすっかり重荷を下ろしたような心持ちで敷石の上を歩いているとすぐ後ろに気ぜわしい小刻みの靴音が聞こえ続いて ももしもし失礼ですがちょっとという婦人の声がした振り返るといつの間にかさっきの老婦人が立っているいつぞやのサボイの食堂でお目にかかりましたねあの時のお方でしょと彼女は笑いながら言ったええ私ですあの説は失礼いたしました どういたしましまて、<laughs> あなたが失礼をなすったのはたった今でしょうあなたは銀行の前からわざわざ私どもをつけていらっしゃってねなんという物好きな方でしょうとお嬢様と2人でお噂をしていたのですよ老婦人は相変わらず片方に微笑を浮かべながら言った申し訳ありません実はご推察の通りです 銀行であなたをお見かけしましたのでもしやお嬢様とご一緒ではないかと思いせめてお住まいだけでもと存じましたのですまあご熱心ですのねお嬢様は東洋の美術品に大層興味を持っていらっしゃるので日本の紳士とお近づきになるのをお喜びですの毎日午後はお宅にいらっしゃるからいつでもお話にいらっしゃいませそうそう 他にお約束がありませんでしたら、婚姻5時半のお茶にいらっしゃったらいいかが婚姻の5時半に私がお嬢様をお尋ねしてもよろしいとおっしゃるのですか思いがけぬ老婦人の言葉に私は自分の耳を疑うほどであったお待ち申しておりますと老婦人は言ったなんという奇跡のようなチャンスであろう あまりによすぎる話に先方の心を測りかねてしばらく躊躇したが結局厚かましく正体に応ずることにした五国を期して老婦人に別れた私は限りない歓喜にうなだれながらどこをどを通ったかほとんど夢心地にグレー街へ帰り着いた5時半5時半には何事があろうというのか銀行前で見かけた例のみすぼらしい老人は 何のために不自由な体であんなところにいたのか怪しむべき限りであるが異様な気鬱に見せられている私の胸にちらと疑惑の白い雲を投げただけでそのまま消えてしまったグレー街の3階の部屋へ戻った時にはまだガラス窓に黄色い薄日がさざ波のように震えていた広い家の中は語りともせず真夜中のように静かであった 私はストーブの前の長い子に身を投げて石炭の燃える快い音を聞いているうちにいつかぐっすりと寝入ってしまったそれから何時間たったか目を覚ました時は部屋の中はすっかり暗くなって窓の外に白っぽい霧がもうもうと立ち込めていた私は慌てて机の上の時計を見ると約束の5時半にはわずかに数分を余すのみであった 眠っている間もベーカー街101番を忘れなかった私は美しい幻を追いながら支度もそこそこに家を飛び出した付近の停車場前のたまり場からタクシーに乗って101番の家の前で降りると重い扉の前に立って躊躇しながら呼び鈴を押した2分3分と時が異様に過ぎていったが何とも答えはなかった 決まりの悪いような心持ちと軽い不安が私の心に覆いかかってきたもしこうしたことが運命ならこの重い扉は永久に開かれなくてもよいなどと思ったがそれはただ思っただけで私の手はすっと伸びて扉の中央についている金具をコツコツと叩いてしまった扉の内側が急にザワザワして 廊下を行ったり来たりする気ぬずれの音が聞こえてきた誰かが声を潜めて何事か話し合っている間もなくそれらの物音はパッたリとやんでしまった私は石段の上でまごまごしているうちに扉を細めに開けてその隙間から顔を出したのは戦前の老婦人であった彼女はひどく慌てているらしかったが私を見るといくらか安心したらしく よくいいらっしゃいましゃまた。さあどうぞお入りください。と裏庭に面した書斎へ導いたこのような火もないところへお通ししてすみませんがお客間が片づくまで本でもご覧になっていてください。ありがとうどうぞごゆっくりお嬢様はすぐお目にかかりますからしばらくお待ちくださいまし。 老婦人は部屋を閉めて出て出行った。本棚の横手には頑丈なマホガニーのテーブルがあってその上に緑色のシーツのかかった電灯が置いてある暖炉はめったに使ったことはないと見えて心中の金具がさ然と輝いている飾り棚の置き時計の横に新刊の小説本などが積んであった何気なしに時計の表を見ると 針が4時半を指している私はびっくりして自分の懐中時計と比べ合わせた自分のもやはり4時半になっている何のことだ私はうたた寝から覚めて飛び起きた時慌てて時計を見誤って約束の5時半より1時間早くこの家を訪問した次第である何という粗骨物であろう時間を几帳面に守る英国人の家へ来て それも初めての訪問に1時間も早く来てしまったことは恐縮の至りであるなるほど客間の片付かないのも老婦人の慌てたのも無理はない私ははなはだ間の悪さを感じたそれでゆっくり腰を据えてその埋め合わせに幾時間でも待つ気になったグレー街のガスケル家に劣らないほど静かな家だ広い101番のこの家は この世にたった一つ取り残された建物のように深い石箔のうちに沈んでいる置き時計の単調な針が進むにつれて湿っぽいやきがひしひしと迫ってきた5時10分にコトコトと階段を下りてくる靴音を聞いた私は救われたように椅子から立ち上がったが靴音は書斎の前を通り過ぎてふっと消えてしまった どこかかで扉の閉ままる音ががしたたたそれからまた長い30分が過ぎた私はたまらなくなって扉を開けて廊下へ出ると恐る恐る正面の階段を上っていった2階にも3階にも3つずつの部屋がある私は一つ一つ扉をたたいて部屋をのぞいてみたが誰もいない。 3階はことに家具のない裸部屋であった2階の表部屋だけにわずかながら暖炉の石炭が燃えている急にのぼせ上がったように顔がほてってきた私はコマネズミのように階段を上がったり下りたりして家人を探そうとしたある恐ろしい予感が私の心に影をさしていた私は最後に残された 玄関の脇の暗い客室へ入ってみたそこにも人のいる気配はなかったが暖炉の前の長椅子に何か置いてある想外の薄明かりに黒い輪郭が見えた思い切って電灯のスイッチをひねった瞬間思わず声を上げて後ろへ飛び抜いたそこにはコンサージの服を着た男が むけに椅子に持たれたままだらりと獅し,しを踏み延ばしている私はしばらく棒立ちになって立ちつくんでいたがこわごわながらそばへ寄って顔をのぞき込んだ男は先夜サボイン劇場で私の隣にいた太った中年のフランス人で後頭部を椅子の角へ寄せかけて口からよだれを出している私はこのありさまを見て 何ゆえこの家の人たちが姿を隠したかがおぼろげながらうなずかれるように思ったこのフランス人はこの家の歓迎されない不意の訪問客であったに違いない先夜サボイ劇場で彼らフランス人が密談していた事実に記しても男はこの家の喜ばれない客であることは明白であるそしてあらかじめ来訪が分かっていたならば 五時半のお茶に私を招待するはずはなかった。部屋にはこれといって目星ちょうどはない。テーブルの上に灰皿とタバコがあった。男の足元に新聞と立チ切れになったマキタバコの飲みさしが落ちている。その吸い殻と卓上のタバコとは同一のマークがついている。吸い殻は黄色くくすぶっていた。 にに麻酔薬が仕込んであるに違いない。な私はそれをポケットへしまった新聞紙は男の持ってきたものでこの家のものでないことはポケット台に折りたたんだ折り目がついているのですぐ分かった大字脇の余白に鉛筆で EL32 と記してあるのは EL は町名の大字で数字は家の番地であるすなわち エリザベスストリート32番にそういないが私の知っているだけでもロンドンにエリザベス街と名のつく街が2つあるロンドン案内でも見ればその他にも多くのエリザベス街があるかもしれぬこの鉛筆の文字は新聞の取り次ぎ店がそれぞれ配達前に覚書きをしておくものである私は後日何かの必要の場合を持って新聞紙もポケットに押し込んだ ストランド街の路地の殺人事件についてこの男はなくてはならぬ重要な関係者である率直に私の心持ちを言えばこの男こそ最も有力な権威者であらねばならぬそう思っている心のすぐ奥にかの霊場の持っていた火房が現状に落ちていたことを思い浮かべたかの霊場を付け狙っていて殺された男 その加害者の太った男その男に麻酔薬を用いて逃げ去ったあの霊場と老婦人そう考えてくると私にはさっぱり訳が分からなくなる私は昏睡状態にある男が今にも冷めはせぬかと気遣いながらも短時間にできるだけの事実を知っておこうと思った実のことを言うと 私はその男についてより令状の身の上を知ることに時間の大部分を費やしたのであるがそういう方面に才能のない私のごとき素人には何ら手がかりとなるらしいものを発見しえなかったそのうちに私は誰もいないうちにそれも初めてまぐれ込んできた不思議なうちで万一こうした事件にかかり合うようなことがあっては大変だと思った私は誰にも見とがめられずに そっと一番の家を出た往来には数人の男が通っていたばかりであったが気のせいか向かい側の葉の落ちた高路樹の影を歩いていた男が自分を見張っていたように思われてならないにぎやかなピカデリー街へ出たそれから裏通りを引っかえしてボンド街へ出ると戦前の男はもう見えなかったボンド街のギャラリーでは 絵画の展覧会をやっている「平城後で鉄柵に広告ビラが立てかけてあった私は酒場の角を曲がって暗い横丁へ入った」「3人ほどの男が並んで酒場を出てきたがそのうちの人には私の姿を見て急に足を止めたいよいよ本物の探偵だなと私の胸は早金をつくようになりでした」 私は暗い道を一目散に逃げたそして守備よく公園前の十字路へ出るとシャニムニ乗り合い自動車へ飛び乗った町は白い霧に包まれているその中を重い自動車は素晴らしい音響を立てて失踪している菓子の工場の脇で私は車を降り寂しい市町へ向かった私は柏を訪ねて あの夜以来の事件を一切打ち明けて力を借りようと思ったのである私は家の前に立って高い窓を仰いだ表道路に面した3階の彼の画室は電灯がついている私は開け放しになっている玄関を抜けて間もなく勝手を知った3階へ上がっていった部屋には明かりがついているばかりで柏の姿は見えなかった 相変わらず部屋は乱雑である壊れかかった椅子の上に服が脱ぎ捨てであったり汚れたシャツやカラーが寝台の上に投げ込んであったりするのはいつも通りであるが部屋の真ん中に磨き上げた靴と一輪差しの花瓶が直に置いてあってカーネーションがさしてありその脇にフライ鍋が投げ出してあるのがなんだかなぞなぞのようである私はこうした真面目な場合におりながらも微笑を禁じえなかった。 たはよほど軽いいちになっていたこれで柏の顔を見て1時間もおしゃべりをすればせんやらいの重荷もすっかり軽くなるだろうと思った待てども待てども柏は容易に帰ってこないおそらく近所のカフェへコーヒーでも飲みに行っているのだろうと思ったけれども気まぐれな柏のことだからカフェの帰りにどこへ飛んでいったかわからない たばこを3本も4本も飲んでいたから待ちあぐんで外へ出たグレー街の家へ帰って埃をかぶったような伝統のついている暗い廊下を通って主人の居間の方へ行こうとすると階段のところでぱったり雇い人のばあさんと顔を合わせたそっちへ行ってはいけませんよ旦那様はお加減が悪いとかで今しがたお休みになったところですよ では明日お目にかかるとしよう私は2つの階段を上がって3階の寝室へ入った私は電灯を消すと窓のブラインドをいっぱいに開けて床へ入った私は疲れきっていたそれでいて頭は妙にさえ返っていて朝からの出来事が非常にはっきりとそして素晴らしい速さで次々と脳裏に移っていた ああした事情で親しく礼場に会う折を失ったけれども彼女が一度でも自分ごときに会ってやろうと思ってくれたことだけは確かであったに違いないそれだけでも私は嬉しかったたった一つ彼女のことを除いては私にはこの世に何の引きつけるものはないおこの沙汰ではあるが私は怪しきまでに女の美しい姿に引きつけられた 私はどうしても彼女を訪ね出そうと固く決心した夜中に一度目を覚ました郊外にはいつか風が出て裏庭の木立を騒がせていた私は枕を返して寝返りをした時墓穴のように静まり返った開花で誰かが咳をするのを聞いた続いて床を歩く人の足音がした マッチを吸って枕元の時計を見ると午前1時である私は床の上へ起き上がって耳をそば立てた私はそっと部屋の外へ出て階段の上から下をのぞいたちょっとやんだ足音がまた聞こえてきた怪しい物音につり込まれて私はこわごわながら一番下の廊下まで降りた足音は 確かに老人の今から起こった。居間の,の扉の上のガラス戸に室内の電灯が明るく映っていた矢前の雇いばあさんの話によると老人は体の具合が悪くて寝ているはずであるそれをこうした遅い時間にしかも歩行の不自由なインパリッドが起きて歩いているとすれば棚ごとではない強盗から それとも医者かな私は念のために老人の今を改めて見ようと思ったがこの家に雇われた時の約束を思い出して躊躇したそれっきり足音も咳もぱったり止んでしまったので思い返して部屋へ戻って毛布の中へ潜り込んでしまった翌日は朝から陰鬱の雨が降っている ばあさんが朝飯を食卓にのせて私の寝室へ運んできた旦那様はまだお加減が悪いので食堂へはお出になりませんからあなたはここでお召し上がってくださいそんなに悪いのですか昨夜は遅くまで起きていらっしゃったようですが医者でも来ていたのですか医者などは来るはずはありませんご主人は医者がひどくお嫌いなのです 昨日は日が暮れるとじきにお休みになっていましたよばあさんは私が夢でも見たのだろうというような顔つきをしてテーブルの上へ食事を置くとさっさと部屋を出ていったどう考えてもこのばあさんは単なる普通の雇い人ではなかった私はこのうちへ来て以来幾度となくこの老婦人と顔を合わせたが老婦人と主人のガスケル氏が話をしているのを 一度だっって見かかけたたことはなかったそれでいてばあさんはいつも老主人の意思を私に伝えているその日も食事を済ましてから主人の病気を見舞いに行こうとすると「旦那様はだいぶおよろしいようですがねご用があったらお呼びするから貴殿はご自分のご用をなさるようにと」とそうおっしゃっていらっしゃいました。婆さんは階段の下で またガスケル氏の言葉を伝えた裏の庭木戸が昨日も今朝も空いていたようですが差し支えないのですかいくらか気がかりだったのでついでに聞いてみた婆さんはちょっとびっくりしたようにまじまじ私の顔を見守っていたがそうでしたか私は少しも気がつきませんでしたよ情が壊れたままで まだ修繕もせずに放ってあるんですよもっともあんなところが空いていたって格別のことはありませんばあさんは子も投げに行った私はその日は終日在宅して久しぶりで柏に手紙を書いた無論私は手紙にあの晩以来の出来事を書くような無謀なことはしなかった次の朝 わた彼は相変わらず弱々しい体をより椅子に埋めて新聞を読んでいたが声だけはいつものように元気だったすっかり治ったよ年を取ると辛いくじがなくなっていつ風邪を引き込むかわからずそれに長引いて困るそんな時は2日でも5日でも。 人間の顔を見ずにどこに入っているに限るそれがわしには最上の両方なんだよと笑いながら言った私は振り出し人ヒギンスの署名で無記名1000円の小切手を書かされた老人は私からそれを受け取って手提げ金庫へしまうと扉続きの臨室へ入って私を手招きした そこは席として骨董品の展覧会のように東洋の陶器類シナジャワおよび日本の農狂言の面メノンやヒスイでこしらえた花池の鉢その他さまざまな道具が所狭きまでに置き並べてある君の用事は厄介だよ目録を作らにはならんのだが面倒でも一つやってくださらんかね品物には 番号と、年代が記入したカードがついているはずだから、それを番号順に列記してください。と、老人は命じた承知いたしました。しかし、よくこれほどお集めになりましたね。この春信などは一品だと思います。私ははの声を漏ららしした。た。老人は満足らしく頷いた それから数日の間、私は目録の制作に没頭したベーカー街の霊場のこと昏睡状態に陥っていたフランス人のことが気にかからないではなかったがその晩101番の家の前に立っていた怪しい男やボンド街の酒場から出てきた3人連れの1人やそれらの不気味な尾行者を思い出してほとぼりが冷めるまで引きこもっていることにした土曜日の朝 柏から手紙が来たボンド街の X ギャラリーへ絵画を出品したら当選したから見に来てくれと例のごとく至極簡単に記してあるその日は私の休日であったが12時間も仕事をすれば鉄号のいいところまで片づいてしまうので朝から部屋へ入ってせっせと仕事にかかったひとしきり仕事の区切りがついた時私は 何かのようで境の扉を開けて老人の居間へ入るとガスケル氏はより椅子を離れて部屋の隅にあるデスクの前にすっくりと立っていた彼は人の入ってくる気配に卓の上のものを手早く引き出しの中へ投げ込んでいつになく恐ろしい顔をして振り返った「いかんいかん君は何だって断りもなくわしの部屋へ入るのだ」 どのような要件があろうともわしの許可なくして断じてこの部屋へ入ることはできないという規則ではないか老人は逃がりきっている私はその時老人が宅の引き出しに隠したものを目ざとく見つけたそれは燃えるように真っ赤な火草ではないかサボイホテルの食堂で令状の持っていたものが その晩、殺人事件のあった現場に落ちておりそれを拾って帰った私は破れ靴を履いた親父の靴の裏に踏み隠されてしまったその日さがどういう理由でガスケル氏の手元にあるのであろう老人は不況げな様子で探るように私の目を見つめていたがじき穏やかになった老人の態度が異様であっただけに 私はその謎の渋沢について一層疑惑の念を高めた私はそれから30分後にボンド街 X ギャラリーへ入っていった私はその謎の渋沢について一層疑惑の念を高めた私はそれから30分後にボンド街 X ギャラリーへ入っていった絢爛目を奪うような展覧会の奥まった3号室へ入った時 一番最初に目についたのは「喜びの泉」と題する柏の絵画であったそれは柏のいわゆる愛の杯からそのまま抜け出してきたような彼女が白衣の薄物をまとって日差しの明るい森を背にして睡蓮の咲く地漢に立っている妖艶な姿であったサボイ食堂でたった一目見た印象からまるでモデルを使って描いたように角まで描き上げた柏の衣料に 私は簡単したしは柏を探したが見当たらないので係員に尋ねるとまいにのののをきてる、あかですかそれならさっき帰りましたよ。私は男の言葉を後ろに聞き流してすぐに柏の宿へ向かった玄関を入ると出会い頭にネズミ色の中折れ棒をかぶった男にすれ違った彼だ。 サボイン劇場で見かけ101番の家で椅子の上へ倒れていたあの男だ私は思わず足を止めて声をかけた男はちらっと振り向くなり逃げるように立ち去ってしまった私は3階へ駆け上がった「今出て行った男は何だ何しに来たのだ」私は何より先に問いかけたあれか 別に僕の絵が欲しいようでもないが僕が出品した例の「喜びの泉」を激称してモデルはどこから来たかなどとしきりに聞いていたっけやはり僕と同じく彼女の崇拝者かもしれない僕もあの絵を見てきた近来の傑作だね君は今朝も会場へ行っていたんだってね一足違いだったよ会場へなんかまだ行くものか昨日は風邪をひいて寝ていたし 今日は出かけようとしていいるところへあいつが来たんでわの言葉が終わらないうちにけたたましくベルが鳴った窓際に立った私はカーテンの陰から下をのぞくと玄関の石段の上に制服巡査と大黒棒をかぶった自動車の運転手らしい男が立っていたそれは先夜彼女を乗せて逃がした折の自動車の運転手であったこれはいけない どこかか。隠れ場所所はないか屋根裏便所私はおろおろしながら叫んだあっけに取られている柏を押し飛ばすようにして私は廊下へ出た突き当たりは便所で行き止まりであるし屋根裏へ逃げるはしごも見当たらなかったのでまた部屋へ戻ってガリガリと古戸棚を開けたりした寝台の下へ潜ろうとしたそこへ扉を叩いて、 警官と運転手が入ってきた絶体絶命である運転手は私を指さしてこの方ですこの方が暮れの29日の晩にストランドの裏通りからかけてきてあの女を私の自動車へ乗せたのです一体どうしたんです女とは誰です私の友人と何の関係があるんです私が言葉を発する前に 気早な柏は一足前へ進み出ていったお騒がせしてあいすいません実はご承知かもしれませんが暮れの29日の晩ストランドの裏工事で殺人事件があったのです被害者の身元も知れずまた犯人の手がかりもつかないのですがこの運転手が当や自動車へ乗せたという夫人に嫌疑がかかっているのですところが今日この運転手は ボンド街の展覧会から出てきたこの人を見てつけてきたのです私がここへ来ましたのはストランドの辻から自動車で逃げたこの夫人とこの方とどういう関係があるのかそれをお尋ねするためですと警官は割合に丁寧に言った運転手は顔の寸の詰まった一国らしい男である彼は警官が柏に説明している間も 疑深い調子でジロジロと私をねれ回していた私は芝居の帰りに偶然出会った若い夫人が何かしきりに木とを急いでおられお困りの様子でしたからタクシーを呼んであげたばかりです名前も知りませんし無論どこへ帰ったのかも知りません私は運転手などを相手にせず警官に向かって最初の言葉を開いた夫人を自動車に乗せてから あなたが運転手に行き先を行ったそうではありませんかピムリコまでと運転手に命じましたそれは夫人が私に言ったからです柏は話の筋道が飲み込めないので不思議そうに我々3人の顔を見比べていた運転手はつかみかかるような剣幕で私の前へ踊りだしたおい本当のことを言うがいいピムリコなんかへ行けば飛んだことになったってね 中途で夫人は気がついて V 停車場の西口で降りてしまったよお前のような奴が来るからロンドンが悪くなるんだバカ野郎俺の友達に対して何を言うんだ柏は運転手の暴言を買って出て相手の胸をこづいた乱暴しちゃいかんとにかくここで争っても仕方がないご迷惑でしょうが署まで同行してください このの事事件件は近来での怪事件で、怪スコットランド・ヤードでは非常な努力で犯人を挙げようとしているところですから仮に機伝型が多少でもこの事件に引っかかりがあるとすればそれが手がかりとなって犯人の逮捕にどんんな便宜を与えるかもしれんですよ。警官は対話の間に私どもは同じ東洋人でも日本人であることを知って言葉にも態度にも親しげな様子を見せてきた。 被害者が東洋人であれば格別相手が縁の遠いフランス人と来ているので常識から考えても私どもと被害者と直接の関係はないと思ったかららしい警官の言葉に従って私たちはともどもに警視庁へ行った柏は付き添い人という格である私どもは窓の外にウェストミンスターの塔の見える広い部屋でカクストンという部長の尋問を受けた 私はそこで、勢いボンド街の展覧会へ柏の絵を見に行ったことを話さねばならぬ羽目になったが、劇場で彼女と二人のフランス人を見かけたことと、またベーカー街に彼女を訪ねたことも、すべて彼女に関することは口にしなかった。しかしカクストン氏は柏の描いた絵が彼女であることを知っていたので、巧みに白を切ろうとしたことが少しグレハマになってきた。 何にも知らぬ柏は、正直に暮れの二十九日にサボイの食堂で彼女を見かけたこと、それからヒントを得て制作にかかったという順序を述べた。柏はあまり上手くない英語で、彼女を最上級の形容詞でたんびして、私をハラハラさせ、係員を微笑させた。ここでは完全に、日本人は見かけによらぬカンニングだという彼らの観念を覆えおせた。 どうもご苦労でしたまた何かの機会でその夫人にお会いにならぬとも限りませんからそんなことがあったらすぐ知らせてくださいとカクストン氏は言ったそこへ電話がかかってきたので氏は目で挨拶をしながら私どもが室外へ出て行くのを見送っていたがちょっとお待ちなさい展覧会で絵画を盗まれたのですそれが君の出版した絵のようだ 確か君の画題は「喜びの泉」とか言いましたねと呼び返した私の絵が盗まれましたってそれはいつです飯田君がついさっき見てきたばかりじゃありませんか柏と私はがく然として顔を見合わせた白昼囚人監視の中でそのような大胆な行為が行われようとは到底想像もできなかった 早速会場へ行きましょうカクストン氏に促されて私どもはボンド街に向かった会場の前では大勢の人々が固まり合ってやかましく盗難事件の噂をしていた一時閉場された会場の非常口から入っていくと係員たちが空き間になった壁の前に立って前後策を表議中であった会場に誰もいなかったのですか カクストン氏が人々を見回しながら言ったいないどころではありません一番混んでいる最中でしたもっとも看守人はちょうど隣室を見回っていた時でした世話人の一人が答えた入場者は絵が現状から運び去られるのを見ていたのだそうですが犯人があまり落ち着き払っていたので。 出品者が何かのの都合で自分の絵を外しててくのだととと思っいいたということです。その男は絵画の絵の前に集まっていた人々に愛想よく会釈し,しながらニコニコして担いでいったそうですともう一人の紳士が述べたすると犯人は東洋人だったのですねとカクストン氏が尋ねるとその朝私と言葉を交えた係員が。 その男は展覧会が開会された日からいつもあの絵画の前に立っていましたから私は出品者の柏さんという日本人かと思っていました今になって考えてみるとあれはシナ人だったかもしれません R の音を皆 L のように発音していました普通日本人の方だと L の発音がうまくいかないようですねとちらと私どもの方を見ながら言った 事実私どもは L と R の発音では下宿のカさんからまでやかましく言われていたのである私の頭の中には柏の下宿の入り口ですれ違ったフランス人の顔が浮かんでいたきっとあいつがシナ人を手先に使って盗ませたに違いないと思ったしかし私がここでフランス人のことなどを手柄顔に持ち出すとついそれからそれへと糸を引いて 彼女のことにまで言い及ばねばならぬ羽目になると思って秘密の上にまた秘密を重ねてしまったその代わり私は柏のために素人探偵の役を務めて必ずあのフランス人を探り出して絵を取り戻そうと決心した私はどうしてもあのフランス人を犯人と一人決めにしていたのである私どもはカクストン氏を残して会場を出た カシワはすっかり気抜けがしたようにぼんやりしていて、ろくに私の言葉に返事もしなかった。私は最初カシワを下宿まで送って行って気持ちを引き立ててやろうかと思ったが、私には考えることがあったので、公園の角で。おい、そうしょげるなよ。二三日見ていたまえ。君の絵はきっと探し出してみせるよ。と彼の肩をたたいて別れた。 眠ったような賃貸した午後であった高い建物の間間から幾筋も往来へさし込んでいる赤い西日の中で黄色いほこりが金粉を吹き飛ばしたように踊っていた私はほこりをかぶった靴の先を見つめながらさまざまなことを考えふけっていたその一つはやはり彼女のことであったのはなぜあの晩 私に行き先をピムリコと言わせておいて途中から V 駅の西口で降りたのであろうやはり私にまで行き先をくらますためであったのであろうか彼女の住まいはベーカー街であるのにそれと全く反対方向へ逃げていったのはどういうわけであろう私は知らず知らず V 駅の西口まで来てしまった もっともそこから私の住んでいるガスケル家へ行くにはさして遠回りでもなかった寂しい街を一つ越えるとすぐそこはグレー街であった私の第一の仕事は今のところ例のフランス人の居所を突き止めることであった私はそれについて何一つ手がかりは持っていなかったがただ一つベーカー街の彼女のうちで 彼の足元から拾ってきた新聞の文字だけが頼りであったそれには EL32 という文字があったのをよく記憶している EL を頭字にしたエリザベス街はそこからグレー街へ行く道であった私の尋ね当てた32番のうちは表扉を緑色に塗った3階のレンガ建てであったすり減った石段の上に立った私は 襟の詰まった黒い服を着た老婦人にフランス人のことを尋ねると「あああなたのおっしゃるのはルグナンシェさんのことですかあの方はしばらく私のところにいらっしゃいましたが1週間前に議事堂の裏手のクイーンスホテルとかへお移りになりました。手紙が来たら受け取っておいてくれ」。 土曜日に取りに来るからとおっしゃってでした。と言って老婦人は玄関のテーブルに載っていた一通の手紙を見せた私の目は手紙の表に記された美しい女文字を見逃さなかったこの通り手紙が待っているのですから今日あたりお見えになるかもしれません。私はそれだけ聞くと、 横っ飛びにクイーンズホテルへ駆けつけたルグナンシェさんはおりますか私は帳場で2,3の男と立ち話をしている若い番頭に問いかけたルグナンシェさんならたった今その辺にいたっけ部屋は5階の65番ですよ番頭はちらと私の方を見ただけですぐ向こうを向いてしまったちょうど紅茶の時間であった 古い疲れたような建物で全てが重くす,すけていたがかえってそれらが由緒ありげに見えた人々が絶えず出たり入ったりしている玄関の外には数台の自動車が止まっていた私は広間の食堂を一通り見てからリフトには寄らずに根気よく5階へ上がった65番は似顔目の廊下ですぐ分かった ルグナン車はいなかったがそのまま帰るのもなんとなくゴーハラだったので4度目に最後のノックをしてからハンドルを回して扉を押すと鍵がかかっていないで思いがけなく内側に扉が開いた私はそこまで来て本能的にちょっと躊躇したけれども何かを探り出そうとする本来の目的のためにのぼせていたせいか次の瞬間には案外落ち着いた気持ちで 吸い込まれるように部屋へ入った確かに例のフランス人の部屋である帽子かけにかかっているネズミ色の中折れ帽子にも見覚えがある私は一あたり部屋を見渡した後で引き手のついている化粧台の引き出しを立て続けて開けるとネクタイの入っている箱の中に一葉の写真を見つけた彼女の写真だ。 いいよいよおかしいぞと私は心の中で叫んだそれは数年前に撮った紛れもない彼女の写真だったナタールのダーバンシで撮ったもので裏に「侵害なるマキシム城へモニカより」と記してあったモニカモニカなんという優しい名前であろう 私は初めて知った彼女の名前を繰り返した私がその部屋にとどまっていたのは非常に長い間のように感じたが実はごく短時間であったかもしれないそうしているうちに私は人の部屋にいることがたまらなく不安になってきた私は手に持った写真を幾度かポケットに入れようとしたが思い切って元の引き出しに投げ込んだまま廊下へ飛び出した せせかせかと息を切って3階まで降りてくると階段のカーブのところで下から駆け上がってくる絹ずれの音を聞いて驚いて足を止めたどうして夫人がリフトによらず裏階段を駆け上がってくるのであろうと不思議に思ったそれよりももっと驚いたことは夢にも忘れたことのない美しいモニカが私の眼前に現れたことである まあ、モニカの唇からかすかに驚きの叫びが漏れたやはり僕を覚えていてくだすったのですか私はすっかり上がってしまってしどろもどろに言ったいつぞやのことはどうぞお許しくださいませやむをえない事情があってあんなことになったのでございますからあなたはここへ何しにいらっしゃったのですの どなかかをお尋ねなのですかモニカは私の顔を覗き込むようにして親しげに言ったあなたもご存知でいらっしゃいましょうルグナンシェというフランス人を訪ねてきたのですルグナンシェあなたはどうしてあんな恐ろしい男を知ってらっしゃるのですあの男がこのホテルにいるのですかモニカは顔色を変えた。 知っているわけではありませんけれども、あの男にはいろいろな疑いをかけているのです。その一つは、私の友人の絵が展覧会で盗まれたのです。事件の起こった少し前に、あの男は私の友人のところへ行って、しきりにあなたのことを尋ねていました。モニカは絵の紛失したことについては、あまり興味を持っていないと見えて、深くは尋ねなかったが、あの男がここにいるとは、 ちっとも存じませんでした私どうしましょうあんな男に立ったら大変でございますモニカは後ろへ引き返そうとしたいえル・グランシェは部屋にはおりません随分待っていましたが帰ってきませんでしたそれはいいあんまでしたあんな男には決してお会いにならない方がよろしゅうございますとにかく ここんなな危険なところは一刻も早く逃げましょう。私は上まで行って昇降機でまっすぐに降りますからあなたはこっちからお帰り休ませまたいつかいい機会にお目にかかりましょうモニカは軽く会釈をして階段を上っていってしまった私はモニカの言葉ほどル・グランシェに対して恐怖も不安も持っていなかったが 彼女と恐れを共にしてここを逃げ出すということは何か嬉しいような気がしたできれば昇降機より早く下へ駆け下りてもう一度彼女と会う機会を作りたいと考えた私は一気に階段の下へ着いて額に集まってくる汗を拭いながら広間の方を見回したが私の目に入ったのは美しいモリカの姿ではなくてひょろ長いカクストン探偵であった 氏は私を見ると、すぐ手を挙げて呼んだ。君もルグナンシェを怪しいと思っているのか。ちょうどいいところだ。我々もあの男を張りに来ているのだが、ルグナンシェという男が、果たして柏君を訪ねてきたフランス人かどうか、見てくれたまえ。私は、カクッソン氏がどうしてルグナンシェと私との関係を嗅ぎ出したのかと思ってぎょっとしたが、柏云々という言葉で、 たぶん柏からあの日の出来事だけを聞いたのであろうと思っていくらか安堵した私どもはそこで小一時間も見張りしていたがついにルグナンシは姿を見せなかったので5階の彼の部屋へ行ってみることにした私は無論その前に部屋へ入ったことはお首にも出さずにカクッソン氏の後に従った「畜生！狐のようなやつだ」「もう嗅ぎつけてしまった」 先に立って入り口の扉を開けたカクストン氏は吐き捨てるようにつぶやいた主のいない部屋は窓もたんすも引き出しも開け放しになって彼の所持品はことごとくなくなっていた君は柏君の描いた婦人の絵を特にルグナン社が盗んだという推理をどう説明するねカクストン氏は意味ありげに言った私はそれを説明する理由をたくさん持っていたが さあと曖昧な答えをしておいた私はそれから間もなくカクストン氏と別れてグレー街へ帰ったその町はいつものように寂しく眠っていたどこの家も老人ばかりの住みかのように窓に厚いカーテンを下ろしている敷石の上を照らすのは街灯の光だけであるガスケル家の前には 見慣れぬ貨物自動車が1台並んでいた何だろう私は急に歩調を早めた貨物自動車には箱詰めになった荷物やトランクが満載してあったもう1台の方には2人の男が暗闇の中で黙々と荷物を積み込んでいた私は石段を駆け上がっていくと玄関先に立っていた婆さんが 旦那様がこのお手紙をあなたに残していらっしゃいましたあなたも早くご自分の荷物を出してくださいと言って分厚な核封筒を渡したガスケル老人の手紙には簡単に急に米国へ向け出発することになったお前の旅券および乗船券等は既に用意してあるわしは一足先にリバプールへ赴く 「出版は明日午後3時半である」「お前は明朝7時秘密に双方八88番を訪ね品物を受け取り直ちにユーストン駅よりリバプール広域の列車に乗れ」としたためであったそして小遣いとして思いがけぬ莫大な金が封入してあった私はあまり突然のことで少し躊躇したが」 最初ガスケル家に雇われる時の条件の一つにいつ何時でも老人に随行して旅行するということがあったのを思い出した金がね、世界を旅行するということは私の大きな希望であった私にとってこんないい条件はないしかしながらこれほどの幸運に面しながら私の心が浮き立たないのはおそらくモニカのことが頭のどこかに潜んでいたせいであろう とはいえガスケル老人に従っていくということは私の生活である生来怠け者の私はこの米国行きを断って新たに職を求むために努力するほどの気力はなかった私は自分の全財産を詰めた貧しい2個のトランクを運送屋に渡すとまずこのことを柏に告げるために再び家を出た私は絵画を失ってしょげ返っている柏に 自分だけのいい話をしに行くのを少しかわいそうだと思っていたが部屋へ入ると柏は調子はずれなバイオリンを弾きながら陽気に流行り歌を歌っていたおい、いいだ今日はおごるぞ柏は楽器を寝台の上へ投げ出して勢いよく行ったどうしたた絵が出てきたのか盗んだやつが金を届けてくれたんだ。 誰だか名前はわからないがありがたいことだ1000円あれば当分内職なんかせずに絵を描いて暮らせる私は柏のために金が入ったことを喜ぶとともに不思議な飼い主のことを考えさせられたどうせ金を払うくらいならなぜ危険を冒して会場から絵を持ち出したのであろう柏は私の米国行きを聞いて お互いいに幸運が向いてきたんだよ。と心から喜んでくれた彼は私が不意に出発することについても自分の手元に何者からか金が贈られたことについても格別キーに感じていないらしかったもっともこの男は世の中の出来事を何一つ不思議がった試しはなかったたとえ私が伯爵の世継ぎになったと言っても怪しまないであろう 私は夜が更けてから家へ帰ってぐっすり寝込んでしまった翌朝はいつになく早起きをしたので窓に近い栗の木にブラックバードが笛のような声でさえずっていた扉の外にはまだ洗面の湯が来ていなかったので私は昨日の使い残りの水で顔を洗った身支度をして食堂へ降りていったが食事の用意もしてなくストーブも炊いていなかった その辺りの様子を見ると昨夜この家へ泊まったのはどうも私一人らしい出版時間のことを考えるとグズグズしておられないのですぐ付近のカフェへ行って軽い朝食をとったちょうど6時半であるそれから双方が家へ出かければいい時間であるタバコに火をつけて外へ出た私はふいにカクストン氏に呼び止められた飯田さん 大変お早いですね。どこへちょっと柏のとこまで立ち入ったことを問われて私は少し不愉快を感じたが秘密の要件を持っているので口から出まかせを答えたそれはちょうどいい。私はつまらないことを言ったと思って悔やんだが今更どうすることもできず 時間を気にしながら柏の内までついいてった。私は先に立ったカクストン氏が階段に足をかけた時「タバコを買ってきますから」と言い捨てて私は四つ辻まで後ろも見ずに走った「とにかく双方外と反対の方向に来ているので非常に急がないと時間に遅れてしまう私はカクストン氏の思惑などを考える暇がなかった。 自動車が双方がいの88番が着いたときは予定の7時をよほど過ぎていた案内をこわないうちに玄関の扉を開けて品服を着た老人が引きずり込むように私を家へ導いた「早く早く裏口から出なさい表に嫌なやつが見張っている」と言って屏風のような大きな荷物を渡した地下室から裏庭へ出て。 レンガ塀に沿った小道を抜けるとそこは裏通りになっていた私は通りかかったタクシーに乗ってユーストン駅へ急いだ残念なことにはわずか数分の違いで7時半の汽車に乗り遅れてしまった私はぼんやりと待合室で次の列車を待った間に合っても間に合わなくてもとにかく港まで行ってみようと思ったのである その日の日夕方、汽車は遠い見知らぬ港へ私を運んでくれた私の乗るはずであった米国行きのダイアナ号は1時間前に港を出てしまった大荷物を抱えた私は積み重なった古船材の端に腰を下ろして白っぽく光っている水平線を見つめていたはるかに見える一畳の煙はおそらく 私を取り残していったダイアナ号であろう湿った潮風が私の心を吹き抜けていった私は米国行きの機会を失ったのを悲しんでいるのではなかった寂しい夕暮れの港に立って遠ざかっていく気船を見送る時に誰もが味わうような確信のないわびしさを感じていたのであるそのの寂しさの奥に、 ロンドンの赤いともし火がにじんでいたそこにはモニカがいる美しいモニカがいる私は影のように停車場へ戻っていった一晩中汽車に揺られ通して翌朝ロンドンへ着くと恐ろしい霧の日が私を待っていた私の懐にはつつましくすれば2年間は暮らせるだけの金があったが 衣類その他を全部ダイアナ号に積み込んでしまったので気のみ気のままであった私は霧の中をさまよい歩いてようやくグレー街のガスケル家へ着いた老人の落ち着き先が分かれば託された品を次の便箋で送り届けることができると思ったからである黄色い霧に閉ざされたうちの窓には「売り家」と書いた赤い札が貼ってあった全てが「 遠い遠い昔の出来事のように思われた昨日まで私の暮らしていた大きな建物は私とは何の交渉もないように冷ややかに立っている頭の上には光を失った太陽が赤いち人のようにかかっていた往来の人影も車も馬も影絵のように動いていた 何もかもか嘘のようである。私は公園の鉄柵に沿って柏の家を訪ねた君、米国行きははめにしたのかそのかそ荷物は何だいようやく起きたばかりの柏は目をこすりながら言った私は昨日以来の出来事を語ってその荷物は23日中に双方八88番の家へ返しに行くつもりだと言い添えた。 絵のようだね。開けてみようじゃないか柏は私の返事も待たずに荷物を溶きにかかった最後の包み紙を取った時おや私と柏は同音に叫んだ私ども二人の目を驚かせたのは展覧会で盗難にあった喜びの泉であったなんだ このの絵を盗ませたのはガスケル老人なのかずいぶん変わり者だと聞いていたがつまらない人騒がせをしたものだね柏は失われた絵が無事に戻ってきたので子供のように喜んだ君これは僕のだよガスケル老人が取りに来るまで僕が預かっておく私は思いがけずにモニカの肖像を手に入れたので。 再び彼女に巡り合う前兆のような気がしてうれしかった私が再び日陰の町の下宿に戻ってから2か月余りだったロンドンには春が来た穏やかな町にラベンダー売りの古風な呼び声が聞こえていたその日もむなしく歩き回った私は橋向こうのバタミー公園を抜けて監獄のある B 街の方へ歩いて行った バスウェらしい誇りっぽい町の角に「世の終わり」という看板を掲げた酒場があった私は毎日のようにこうしてモニカを探し歩いているのであるそしてとうとう世の終わりまで来てしまったと思って苦笑しながら疲れた足を引きずって中へ入っていった私は太った亭主から受け取ったビールのコップを持って隅の椅子に着くと 不意に肩をたたいたものがあった。それはグレイン街の付近でよく見かけていたじいさんであったが、職業にでもついたと見えてちゃんとした身なりをしていた。お前さんはくじを引き損なったね。老人は私のそばへ腰を下ろした。何のくじです？私は老人の海の底のような。 紫色の瞳を見つめながら問い返した運命のくじさあの日お前さんが時間に遅れたばかりにみんなの嫌っているルグランシェがお前さんの代わりに汽船へ乗ってしまったみんなというのは誰ですガスケル老人とモニカ嬢さえモニカははは。<laughs> 私は声を上げて笑った。失望して泣くわけにもゆかない驚くのも間が抜けているけれども私の胸には驚きと失望と悲哀とが錯綜していた私の笑いはそれらの気持ちを憐れむ笑いであった老人は小声で語った ガスケルさんとモニカ嬢が急に米国行きを思い立ったのはルグナンシェから逃れるためであったそれなのに運命といういたずら者はモニカ嬢とルグナンシェとを結婚させてしまったそんなバカなことはないロンドンを立ったのはルグナンシェを逃れるためだったのじゃないかだがあのフランス人はガスケル家の秘密を握っていた 今から20年前に豪州のシドニーにガスケル兄弟紹介という大きな雑穀賞があった。ある日ガスケル兄弟は商用で30マイルばかり離れた市へ出かけて行ったがその人に兄は進行中の列車から墜落して斬死してしまったのさ。ところがこれは過失でなくして 弟が兄を突き落としたのであろうということになって法廷に持ち出されるほどの問題となったのだではあのガスケル老人は兄殺しをしたのですかむろんガスケルさんは人殺しなんかしなかったが証拠を立てることができなかったそれというのは前の晩自分だけ先に町へ帰ってきて 人目を忍んで兄嫁のところへ行っていたからさつまり自分の証を立てようとすれば兄嫁の名誉を傷つけるようになるからなのだいいかね二人は兄の目を盗んでいた仲だったのだよその事件とルグランシェはどういう関係があるのですその頃店員であったルグランシェは 主人を救うために法廷で偽りの証言をしたのだ。ガスケルさんはそれで牢へ入らずに済んだが、その代わり、ルグナンシェから金をゆすられていたのですよ。だんだんそれが高じてきたので、兄嫁さんが亡くなると間もなくモニカ城を連れて南アフリカのナタールへ逃げていったのです。ルグナンシェは、 それで終始ガスケルさんの後を追い回していたのですよ。ストランドの路地で殺された男ですがあれはルグナンシェの仲間でお嬢様に夢中になっていたんですよ。つまりルグナンシェにとっては邪魔なやつなんです。俺は昔からガスケル家に大変お世話になったもので元からのこじきではありませんよ。 いろんな悪いやつらがご主人やお嬢様をつけねらっているからああやって外で見張っていたのですあの時あなたが時間に遅れずにハトバへ来てくれたらよかったのだがログナんしゃのやつが嗅ぎつけてやってきたためにすっかり番狂わせになってしまいましたっけ老人は語り終わると泡の消えたスタウトを飲み干して ふらふらと店を出て行った。ガスケル家における私の数十日は完全に夢となって消えてしまった公園の青空で太陽が過ぎ去った冬の日を笑っている夜はもう春である誰も惨めな霧の日のことなどを思い出すものはない